ニキータ・セルゲエビチ・フルシチョフはソビエト連邦の政治家。ソビエト連邦共産党中央委員会第一書記、閣僚会議議長などの職を歴任し、11年間にわたって同国の最高指導者であった。民族的にはウクライナ人である。党第一書記として11年間にわたって最高指導者であった。スターリン批判によって、 その独裁と恐怖政治を世界に暴露し、ヒスター・リン化を掲げた。在任時には、アメリカ合衆国を中心とする、西側陣営と平和共存を図り、軍拡競争を抑制して、軍縮と宇宙開発競争を積極的に行った。他方で、中華人民共和国、アルバニアと激しく対立し、ハンガリー動乱に際して、軍事介入を行い、キューバに、 核ミサイルを配備してキューバ危機を招いた。また自身が無神論者であったために宗教に対する弾圧を再び強化した。それでもスターリン時代よりは物流や学術の交流といった点で開放的だったとされている。1894年4月17日、ロシア帝国クルスク県カリノフカに生まれる父親のセルゲイ・フルシチョフは 炭鉱夫で母親はクセニアである。母方の祖父はノードでロシア帝国陸軍に勤務していた。家族と共にウクライナドンバス地方のユゾフカに移る。15歳で遠関校として働き始める。第一次世界大戦では工場で勤務していたため徴兵を猶予された。1917年のロシア革命の以前から労働運動に参加したことがきっかけとなり、 1918年に、ロシア共産党に入党した。ロシア内戦中の1919 19年には、赤軍政治委員として参加した。1920年には、セミョン・ブジョン・ヌイ元帥の下で勤務し、反革命を標榜した白軍やポーランド軍との戦闘に参加。1921年に、ユゾフカに戻る。1925年にユゾフカのペトルフスコ・マリーンスク。 地区党初期に就任し、見事活動に専従することとなる。ウクライナでのフルシチョフは、精力的な仕事ぶりと経験から学んだ実際的な現地事情に関する広範な知識で対等し、ヨシフ・スターリンの側近であったかがノービチに注目されることになる。1929年には、スターリン記念工業アカデミーに入学を許可されて、夜勤学を学ぶとと,ともに、大学内でも、 党活動を熱心に推進して学内の共産党初期に選出される。スターリンと共に1931年にモスクワ当選中となり、モスクワ地下鉄の建設の功でレーニン勲章を受賞した。この功績がスターリンの目に留まり、1934年の第17回ソ連共産党大会で中央委員に選出され、翌年の1935年には、 モスクワ党第一初期となる。1938年に政治局員候補となり、スターリンに粛清されたスタニスラフ・コシオールの公認として、ウクライナ共産党第一初期となった。1939年に第18回党大会で政治局員に昇格する。この時期、党中央では大粛清の嵐が吹き荒れていたが、フルシチョフも スターリンを称える演説をし、さらにはウクライナにて大規模な粛清を実行した。1938年だけで10万人以上が逮捕され、大部分が処刑された。当時200人いた中央委員会の役員の中で生き残れたのはわずか3人であった。第二次世界大戦では、1941年のドイツによる侵攻以降ウクライナ共産党の責任者として、 ウクライナの産業を東部に疎開させることに尽力する。疎開作業の完了後、陸軍中将と同位の政治委員の階級を授与され、南部戦線でドイツ軍と戦った。スターリングラード攻防戦では、アンドレイエリョーメンコ大将の政治委員となり、1943年のクルスクの戦いでは、ニコライ・バトゥーチン中将の政治委員として、直接前線に参加している。 1953年3月5日のスターリンの死後、ラブレンチ・イベリアによって、ゲオルギー・マレンコフが、閣僚会議議長に祭り上げられ、初期局の名簿筆頭にも名を連ねたことにより、暫定的に、スターリンの後継者となったが、ベリアの権力掌握を警戒する指導層の抵抗に、アイ・マレンコフは、初期局の主導権をフルシチョフに譲ることになった。フルシチョフはまず、ベリアを逮捕。 粛清して、権力基盤を固めた後に、共産党党主たル党中央委員会第一書記に就任し、最高指導者としての地位を確立した。ついで、マレンコフに首相を辞任させ、公認には、副審のニコライブルガニンを当てた。1957年に、ビャチェスラフ・モロトフ、マレンコフ、カガノービチラが、フルシチョフの解任を要求し、中央委員会幹部会の投票で、 一旦、フルシチョフの第一書記からの解任が決まるが、中央委員会総会での投票で逆転勝ちして、辛くも第一書記の座に止まった。半島グループの3人は追放されたが、この時フルシチョフを積極的に支持しなかった、ブルガー人は、ほどなく首相を辞任させられ、フルシチョフが首相を兼任した。半島グループ事件の時に、 フルシチョフを積極的に支持した人物の中に、第二次世界大戦の英雄であるゲオルギー・ジューコフ、国防相がいたが、ジューコフは広大なソ連各地から、中央委員を集めるのに軍用機まで動員して、フルシチョフに協力し、半島グループ追放後は、中央委員会幹部会員として迎えられた。しかし軍縮をめぐって、すぐにフルシチョフと対立した結果、大臣を解任されて、 中央委員会からも追放された。スプートニクショックで1957年のパーソン・オブ・ザ・イヤーに選ばれたフルシチョフ1954年2月19日にペレアスラフ協定300周年を記念してソ連の領土内の管轄変更としてクリミア半島をロシアソビエト連邦社会主義共和国からウクライナソビエト社会主義共和国に移管させた。 ウクライナ融和策の一環として実現させたとされる。フルシチョフは1956年の第20回党大会の秘密報告で、いわゆるスターリン批判を行い、世界中に衝撃をもたらした。国内政治の民主化の推進や軍縮を進めると、ともに軍事目的やソ連の宣伝も念頭に、宇宙開発を推し進め、スプートニクやボストークの打ち上げに成功し、 宇宙開発競争においてアメリカを引き離したのもフルシチョフ在任中のことである。また工業、農業生産でもアメリカをソ連経済はコスト合語していた。一方で集団指導体制を無視した独断的な重要政策の決定と農業政策の失敗によりアメリカやカナダから穀物を輸入するようになったこと、海外訪問の際に家族を同行させたこと、 娘婿であるアレクセイ・アジュベイを特使として西ドイツに派遣したことなどが一部から品縮を買った。また、フルシチョフは劇場家で知られ、同志に対する叱責、暴言を繰り返し、党内に多くの敵を作ったとされ、これが後に失脚につながる大きな原因となった。フルシチョフは無心論者で宗教はアヘンなりとする共産主義の思想に忠実であった。 第二次世界大戦中、四季公用のため部分的に緩和された宗教弾圧が再び厳しさを増し、1960年から1962年の間に教会の約3割を取り壊したと言われている。聖堂の数はその後、ペレストロイカ時代に至るまで回復することはなかった。フルシチョフは無学な労働者階級の出身という出自からが、 特に科学技術や芸術に関する政策決定については周囲の人間の考えをうのみにしやすく、その結果フルシチョフに取り入った人間の主張がそのまま国家の政策となることが多々あった。トロフィムルイセンコによる反遺伝学キャンペーンはスターリン批判に伴って下火となったものの、ルイセンコ一派は巻き返しを図ってフルシチョフを取り込むことに成功する。 フルシチョフは死ぬまでルイセンコの学説を信じ続け、遺伝子の存在を信じず、ピョートル・カピッツァ、イーゴリー・クルチャトフ、息子のセルゲイ・フルシチョフ、娘のラーダ氏の副編集長の説得にも耳を貸さなかった。結果として、ソ連の農業生産工は大きく落ち込み、アメリカからの穀物輸入に依存する事態に陥った。芸術家たちとの関係も政治的にうまく立ち回る。 芸術家たちに振り回され、有名なマネージ展覧会ホールの事件では、エルンストネーズベスヌイラ前衛芸術家を、西側イデオロギーに侵された逸脱者として罵倒した。上、その作品を、ロバの尻尾で描いたようだとしてこきを下ろした。一方、反体制作家の落印を押され、当局から睨まれていた作家の、アレクサンドル・ソルジェニーチンを擁護したり、 ソ連水爆の父と呼ばれたアンドレイ・サハロフの進言を聞き入れて核軍縮を行うなど公正評価されるような業績も残した。アメリカのアイゼンハワー大統領夫妻とフルシチョフ夫妻、雪解けとキューバ危機フルシチョフはアメリカ合衆国やフランスなどの資本主義諸国との平和共存外交を進め、1959年にはアメリカをソ連の指導者として 初めて公式訪問し、アメリカのドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領との友好的な関係を築くことで、冷戦下の世界に一時的な雪解けをもたらした。その一方で、1959年のキューバ革命後に、同国の政権を握ったフィデルカストロとの関係を深め、1962年に起きたキューバ危機では、アメリカとの戦争の瀬戸際まで進むことになるが、寸前で譲歩し、 戦争を回避した。1960年に起きた U-2 撃墜事件では、アメリカと激しく対立。翌1961年に行われたウィーン会談では、アイゼンハワー大統領の後を継いで、第35代アメリカ合衆国大統領に、就任したジョンカイ・ケネディ大統領と会談を行ったものの、ベルリンの処遇について対立し、その後の ベルリンの壁の構築につながった。社会主義国との関係スターリン時代のソ連と対立していたユーゴスラビアとの関係を正常化させるもハンガリー動乱に軍事介入し、スターリン批判及びデタントは東ヨーロッパ諸国の自由化や同盟離脱の容認を意味するものではないことを示した。盲託党率いる中華人民共和国にはソ連の指導者では初めて訪問して、 原子爆弾の開発で協力するも、毛沢東は、フルシチョフの脱スターリン路線を、修正主義であると批判して、中祖対立が始まり、同様に、強情主義的なエンベルホッチャ率いるアルバニアとも1961年に、断交して、軍事衝突寸前まで行くこととなる。近日清率いる北朝鮮には8月周波事件で、中国と共に、 内政干渉を行って対立したことはあったものの、北朝鮮との軍事同盟を拒んだ、スターリン時代と一線を画して、疎長友好協力総合援助条約を締結した。第二次中東戦争では、フルシチョフは第一次中東戦争で、衛星国のチェコスロバキアを通じて、イスラエルに武器を支援していたスターリンと一線を画し、アラブ社会主義を掲げるガマール・アブドゥルナーセルを支持して、 チェコスロバキアを通じてエジプトに軍事援助を行ったアスアンハイダムの建設にも協力したこれはアラブ諸国にソ連の影響力をもたらした一方でアラブ冷戦の構造も作り出した日本との関係日本との関係については日ソ交渉を行った時の最高指導者であるフルシチョフは晩年に記した回想記の中で 平和条約締結後とはいえ歯マイ、シコタンの引き渡しに合意したのは、漁民と軍人しか利用していない島で、防衛的、経済的にあまり価値がなく、これらを引き換えに、日本から得られる友好関係の方が、極めて大きいと考えており、戦後の日本の経済成長を羨んで、ソ連がサンフランシスコ講和条約に調印しなかったことは、大きな失策だった。 たとえ北方領土問題で情報してでも、日本との関係改善に努めるべきであったと述べていた。フルシチョフは、日本との平和条約締結に失敗したのは、スターリン個人のプライドとモロトフの顔面さにあったと指摘している。この件は、結局、フルシチョフ本人の政治的配慮によって改装機からは削除されたが、ゴルバチョフ政権でのグラスのシチによって1989年に、 なって初めてその内容が公開された。エピソードリチャード・ニックソン副大統領と台所論争を行うフルシチョフフルシチョフは劇場家として知られ、国際的な舞台で話題を呼ぶ事件をいくつも引き起こした。有名なものの一つは、1956年11月18日に、モスクワのポーランド大使館でのレセプションで、西側諸国の大使に向かって、 あんたらを葬ってやるとの暴言を吐いたことである。他にも1960年10月12日の国際連合総会でソ連代表の提出した植民地主義非難決議に対しフィリピンのロレンソスムロン代表がソ連の東ヨーロッパ諸国への関与こそまさに植民地主義であり非難されるべきと逆襲したことに怒ったフルシチョフは腕時計が壊れるほど拳で机をバンバン。 叩き始めてスムロンの演説を妨害した事件がある。また、1959年7月にアメリカのリチャード・ニクソン副大統領がモスクワを訪問した際に博覧会会場に展示してあるアメリカ製のキッチンを及び電化製品を前にしてソ連の人工衛星であるスプートニクの開発成功アメリカにおける宇宙開発の遅れアメリカの自由経済とソ連の 計画経済を対比し、資本主義と共産主義のそれぞれの長所と短所について討論した。この際に、ニクソンは消費財の充実と民生の重要性を、堂々かつ理路生前と語ったのとは、対照的に、フルシチョフは、自国の宇宙及び軍事分野における成功を感情的に幕し立てた。その討論内容は後に、台所論争として有名になった。 アメリカのケネディ大統領とフルシチョフによる集団指導体制を無視した自らへの権力の集中、さらには前日のように同志に対する叱責や暴言や外国でのそやな振る舞いを繰り返したため、密かにニコライ・イグナトフ、アレクサンドル・シェレーピン、ウラジー・ミル・セミチャストヌイ、レオニード・ブレジネフらが中心となった反フルシチョフグループがフルシチョフの追い落としを着実に準備していった。 ブレジネフは、フルシチョフの毒殺や、専用機の爆破をも企んだとも言われている。宮廷クーデターの噂は密かに広がっていて、一部のフルシチョフ信奉者はその情報を、フルシチョフ本人に届けようとして、息子のセルゲイや娘のラーダに接触した。セルゲイは、父と相談するものの、フルシチョフ本人は馬鹿げた話だとして取り合わなかった。1964年10月に、 国会沿岸のピツンダで休暇中のフルシチョフとアナスタス・ミコヤンはミハイルス・スロフからの突然の電話で下級の農業問題を話し合うための臨時の中央委員会総会のためにモスクワに呼び戻された。10月13日及び14日に開かれた臨時の中央委員会総会でミコヤンを除く幹部会員全員がフルシチョフの更迭を要求した。ミコヤンは フルシチョフの第一書記からの解任と閣僚会議議長への留任を提案したが、この提案は否決された上、ミコヤンは多くの中央委員から強い非難を受けた。孤立無援となったフルシチョフは年金生活に入るために自発的に当中央委員会第一書記と閣僚会議議長の両方を辞任することに同意した。公認には、 ブレジネフとアレクセイコスイギンがそれぞれ選ばれたが、これは第二初期であったブレジネフと閣僚会議第一副議長であったコスイギンがそれぞれ昇格した暫定的な意味合いの濃い人事であった。フルシチョフ追放の黒幕であったセレーピンとセミチャストヌイは権力に対する野心があまりに露骨であったために疎まれ、党の指導部から外された。イグナトフは小物だったので無視された。 フルシチョフと親しかったミコヤンも指導部から排除された。その結果、ブレジネフ、コスイギン、ニコライポドゴルヌイのトロイカ体制による長い停滞の時代が始まることになる。フルシチョフが用いた第一初期の肩書きはブレジネフが最高指導者の地位を引き継いだ後も継続して用いられたが、この呼び名に対する党幹部の不満が紛失したため、1966年に 開かれた第23回党大会で、スターリン時代の名称である、初期長の肩書きが復活した。引退後のフルシチョフは、公式には1966年まで等、中央委員会のメンバーとしての地位はあったものの、恩給と運転手付き自動車を与えられ、モスクワ郊外の国有ダーチャに住まわされた。移動の制限は受けなかったが、ダーチャの至るところに搭乗機が仕掛けられており、 生活は当局の監視下にあったため、事実上軟禁状態にあった。年金生活中、フルシチョフは回送テープに録音し、息子のセルゲイ・フルシチョフらがテープをタイプライターで書き起こした。キリレンコらソ連の指導部はフルシチョフを呼び出して、回送録の執筆の中止を要求するが、フルシチョフはこの要求を拒絶した。この結果、 息子のセルゲイ・フルシチョフや娘向子のアレクセイ・アジュベイは当局から様々な嫌がらせを受けることになった。セルゲイはミサイルの専門家であったが転職を余儀なくされた。1970年7月にはフルシチョフの入院中に国家保安委員会が息子のセルゲイを騙して回送原稿とテープを押収することに成功するが原稿のコピーはすでにアメリカのタイム社に密かに 送られており、セルゲイは西側での出版という形で KGB に報復した。なお、セルゲイが西側に原稿を送るのを仲介したのは、実は KGB 自身であり、その代償として、フルシチョフ自身が回想録の内容の一部削除に応じたという噂がある。この噂が真実かと問われたセルゲイは、その質問の重要性は理解するが、いかんともしがたい事情から、 それに応えることはできないと述べている。回想録が西側で出版されると激怒したソ連の指導部はフルシチョフに新聞のプラウダ市場で回想録は偽物であるとの声明を発表させた。実際のところ回想録が偽物でないかどうか、すなわち仲介相手から偽物をつかまされていないかをタイム社は非常に気をもんでおり、そのため同社は フルシチョフの階層を録音したテープの声門分析を徹底して行っており、少しでもテープが途切れた部分は、その都度鑑定し直す必要があったことから、声門分析の数は数千にも及んだ。フルシチョフの記念碑7年間の年金生活の後に、フルシチョフは1971年9月11日に、モスクワの病院で死去した。しかし、歴代の要人が埋葬されている。 赤の広場脇には埋葬されず、モスクワにある、ノボデビジ修道院の墓地に埋葬された。当局との数年にわたる、戦いの末に、家族らは墓地に記念碑を建てることを許されたが、その設計を受け負ったのはフルシチョフが、マネージュ展覧会ホールで罵倒した、彫刻家、エルンスト・ネーズベースヌイだった。記念碑の黒と白のデザインは、様々な憶測を呼んだが、ネーズベースヌイは、 セルゲイ・フルシチョフに白と黒の組み合わせは、統一都市にこうする生の戦いとを象徴すると述べている。ネーズベスヌイは、この記念碑の仕事を引き受けたことが主としてはざわいし、ブレジネフ政権下で様々な迫害を受けることとなり、1976年にスイスへの亡命を余儀なくされた。1984年に死去したフルシチョフの妻であるニーナ・ペトロブナも、 ノボデビチ修道院のフルシチョフの隣で眠っている。なお、ソビエト連邦が崩壊した後も、フルシチョフの遺体は赤の広場に移されず、ノボデビチ修道院の墓地に埋葬されたままである。フルシチョフは1914年に最初の妻となるエフロシーニャ・ピサルワと結婚。エフロシーニャは、ロシア内戦の最中の1921年に、木が衰弱、チフスが重なって亡くなる。 二人の間には、娘のユリアと息子のレオニードがいた。1922年にマルシアという名前の17歳の女性と再婚するが、すぐに離婚する。1924年に三度目の妻となる、ニーナ・ペトロブナ・クハルチュクと結婚。二人の間には、息子のセルゲイ、娘のラーダと、レーナがいる。ありがとうございます。